はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、小学校受験ですね。幼児教室、塾などね、前払いをする前にです。それでは、西荻フレンドリースクール室長、今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、年長の夏は、お金がかかります。はい。うん、そうですね。はい、確かにそうなんですよ。まあ、私たちも、もちろんね、夏期講習とかそれなりにはね、まあそれなりには、で7月の海の日までって本当にサービスレッスンをしてるんですよ。通常よりかなり安い値段で通常の授業プラスアルファのね、歩行のようなものが利用できますよっていうのがサービスレッスンですね。わからないけど、まあまあなんとかね、7月のまあ20日過ぎまでにはできるようになってもらわなきゃいけないから、本格的なことができないのでね。助走期間ですね。そうで、やっぱりお仕事をしてらっしゃる方ってなかなかお家じゃできないし、妹さんやら弟さんやらいるとね、なかなかそれも思うようにできないって、それによってその試験が左右するっていうのはね、とても残念なことなんでね、本当は今の期間家でやるのが一番ベストなんですけど、時期的にはね。時期的にはだけど、まあ、あえてそれができない方のために、まあ本当に毎日やってるもんだから最近忙しいんですよね。そうですね。かなりなかなかね、ゆったりと時間が取れないというかね。っていうのもあってなんですけど、でね、よく最近になって毎年毎年のことなんですけれども、うちはまあそういうことはないんですけれども、そのなんかこれから先ね、このままいけちゃうんじゃないかと思って、で夏期講習も長いともう10月分までのお月謝を、まあ、前払いすると安くなるとかっていう場合も、まあ、若干かもしれないんですけど、安くなるから、まあ、今のうちにもう10月分まで払ったら払うという制度もありますよとか、あると思うんですよ。あと、はい、なんかすごかったのは8月に7月の終わりだったかな、まあうちの教室に来て、でどうも今のところがその思うようにいかなくなって、そのちょっと伸び悩みがあったらしいんですよ。で7月の終わりにまあいらっしゃって、こちらの教室にね、なんか特別講座みたいなのを取ったのかな。そうそう、4日間のね、短期の講座を受講した方がいらっしゃいましたね。そうで、それをやってるうちにどんどん力もついてきたし、でまあ本人もここでやりたいと思ったのか、まあ親もそう思ったんだけれども、一つネックがあったんですよね。私はびっくりして、じゃあ別に7月の終わりでね、来るのは構わないですよって言ったら、実はって言って今の教室にもう7月はだけど8月、9月だかなんかで前払いをしてしまったって。随分先の分までお預かり代も、それから講習代、それからまあ授業料もそうなんだと思うんですけれども。まあそこのうちの場合は30万ぐらいだったらしいんですよ。約ね。そのぐらいかかります。まあそれぐらい、そこはそんなに高いというほどのところでもないのかなと思ったんですけども、30万円ぐらいをもう前払いしちゃったと。だからもし変わったとすると7月の終わりだったんだけれども、でもまあうちのも来月からかかるとすると30万も捨てて、なおかつまた払っていかなきゃいけないっていうんで、すごい悩んでたんです。そんなに先まで前払いするところってあるんだって。そっか、でも移籍するってことはそれ捨てないといけない。移籍できないんですよ。移籍できないように前払いすると30万じゃないですか。それでそこの場合はね、なんかうちからはちょっと遠いとこだったんですけれども、で悩んでたんですよ。やっぱり捨てられないから、それが終わって9月ぐらいから受講してから9月ぐらいから来るというか、まあそうですけどね、このまま行っても変わり映えはしないと思いますよって言ったんですよ。でまあ私の大きな決め手となったのは、そのお預かり勉強って確かにうちみたいなことするんですけれども、とある教室もね、そう、前払いしちゃった教室もするんですけれども、ただ私がびっくりしたのは、何々はどうのこうの、こういう授業態度でした、こういうなんとかでした、こういうことをやってくる、なんかね、すっごく細かくね、紙に書いてあるんですよ。これって毎回のお預かりにもらうんですかって言ったら、そうだって、私は考えました。うちね、やっぱりね、教えてることに全力を尽くしたら、そんなもの書く暇ないですよね。まあそうですね。だからまあこれ書いてんだったら教えてもらいたいよねみたいな、私的な考えですよ。それを直してくれれば問題ないよね。まあそれでもこの子が伸びてないわけだから、やっぱりこれ以上いっても伸びるかどうかっていうのはね、だからうちでも構わないんですよ。私たちでもね、フレンドリーで伸びなかった子がよその教室行って伸びてくれるんだったら、私は大歓迎なんですよ。結果的にね、そう思いません？やっぱりちょっとここうちじゃって思われて、まあもうちょっとそういう伸ばしてくれるところを見つけたんだったらばどうぞなんて、うちは前払いないから、まあ本当最後は相性ご縁の世界ですよね。そうなんですよ。だからそれはそういうふうに自由になるように、ただ前月のっていう契約はあるにしてもね、そんなに何十万も捨てるとかね、そういう話ではない。でもやっぱ30万でもは大きいなと思ったから、別にどちらでもいいですよって。ただ9月からだと間に合うかどうかって言ったんですよ。でその当時8月の15日かなんかに発表会やったんですよ、本当の9月の時に。で合宿は一緒に来たんですね、その子。そしたらみんなの練習を見てて、僕はどうしても発表会にも出たいって言い始めて、でもね、向こう辞めてないのにこう会員じゃないからやっぱ出られないしって言ったら、やっとそこで親が「いいです先生、30万を捨てます」って言った。だから前払いするとそうです。捨てちゃうことになるんですよね、どうしても。だからその払った後方向転換をするためにはもう捨てるしか方法がないんですよ。だからそれでまあ30万だったんですけど、そこのご家庭の場合はね。でも私が驚いたのは、他のケースでもうかなり前なんですけど、やっぱり10月まで払って、夏の段階でね、ちょうど7月ってみんなね、なんかね考えるみたいなんですよ。一応11月から新年度始まったけれども、ちょうど12、1、2、3、4、5、6と7ヶ月間やってきたんだけど、なんかここで伸び悩んでるなっていう、じゃあもうちょっといい方法はないだろうかってこう考えた時に、その前払いをしちゃうとだいたい6月ぐらいに前払いなんですよ、夏の分から込みで。そうすると7月ぐらいにあれと思った時に方向替えできないんですよね。だから例えばその別の教室行こうかなとか、他の方法しようかなって思ったとしても、もう払っちゃったから。それがね、その方30万だったんですけど、その何年か前は別の方は200万だったの、前払いだって。もうなんとかコース、なんとか直前コース、なんとかコース、なんとかコース、なんとかコースが7月8月9月10月4ヶ月分、まあ200万だから1月50万って考えたら、まあそんなもんかなとは。で「えっ、いいんですか?」ってすごい聞いたんだけど、そこのうちが「いや、これ以上自分にやれ」って言われてもできないし、自分にね、今後そこに所属してて、自分親が「やれ」って言われても親もできないし、どうしてもこのままだと伸び悩みしてるし、このまま行ってもダメなような気がするってその方がおっしゃったんですよ。じゃあ先生は捨ててもいいんですかっていう、一応私は聞いたんですよ。捨てて移籍してもいいんですかっていう。とか言ったんですけど、でもいいっておっしゃったんで、その方は200万円でお支払いしたその事業の権利を放棄して。そうですね。だからもったいないからテストだけを受けたらとは言ったんですよ。テスト分だけはね、また問題もらうとか、なんかそういう形にしたらどうですかって言って、そのうちも200万捨てたんですよ。それでもちろん入りましたけどね、その子は移籍して、その後成績伸びて合格したんですけど、でまたその続けて次の年、はい、やっぱりまた7月なんですよ。またお出ましした人がいるんですよ。別に他の教室通ってるけどフレンドリーに来たよということですね。で、私が、で前払いしたって言うから、でもね去年200万捨てた人がいるんですって言ったら、いやうちも200万なんですって、とある教室同じなんですけど、はい、あそうですかとかって思わず私も言ってしまったんですけど、もうそのうちの場合は最初から、もうそれは言っててもしょうがないんで、それは仕方がないですって言ってあっさりと放棄したんですよ。でそうやって見ると大体6月ぐらいが多いかなっていう。教室としてその、囲い込みじゃないんですけれども、あらかじめ払っておくとちょっとお安いですよっていうのをお話しするのがそのぐらいの時期になると、時期になってくるのかなとか思うんですけど、あとはやっぱりずっとそんなに高く来てなかったのに、やっぱり別なケースで6月の終わりに来た子がいたんですよ。別なケースでね。でその方なんかはずっとそんなに高くはなかったみたいな、10万、切ってたぐらいだったんですけど、6月の終わりぐらいのそのいわゆる保護者向けの説明会で、はい、皆さん合わせたら何て言われたかっていうと、これから7月とかは模試とか面接の練習とかなんとかで、ほらコース別だったり直前コースだったりで月45万35万から45万かかりますって突然言われたんですって。今まで10万円切ってた月謝がで、なかなかすごい角度の上がり方、そこのうちも結構な裕福度は高かったみたいなんですけど、ある大手で急に働いてる方ですね、生徒なんですけどね、はい、35万とか、今後、35万から50万近くかかるみたいなことを、じゃないと入んないらしいんだけど、それでそこのうちはびっくりして、でも先生、他のお母さんたちは顔色も変わらなかったんです。ちょっとうちには無理かと思ってとか言って、はい、変わってきたんですよね。だからそれを前払いする前に言っていただいたから、そこで選択はできたんですけどね。だからこの6月7月っていう意味では、これから夏期講習とか、直前とかいろいろあるのでね、夏に向けて前払いのご案内も来る時期だと、だから前払いってやっぱりしてしまうと、本当に子供ってこれからどういうふうに変わっていくかわからないのでね、してしまうとやっぱり動きが取れなくなるっていう、ちょっと違うかなって思ったとしても、なかなか決断しづらくなっちゃう。やっぱり200万も払ったらちょっとねとかで、普通のうちはなかなかそれを捨てるっていう。ただそれでもうこうなんていうのかな、悩みながらそう行くと結局試験になってあまりいい結果が得られなかったってことになるから、非常にやっぱりこう先行きのことを考えた時には、その都度その都度決断していくっていうのは正しいかなって私は。で少なくともうちの新助とか圭介が言ってたとこもかなり、大手といえば大手なんですけれども、もう今ないとこなんですけどね、でも前払いはしなかったですね。結構大きいとこだったけど、だからあまり前払いって私は経験がないんですけど、でも何件かそういうのを6月7月によく聞くのでね、やっぱりそこは今一つ一回考えるタイミングかもしれない、ね、本当にね、11月なんか受験料だけでも莫大にかかりますのでね、それに入学金とかいろいろ考えた時にあんまりねバンバンお金を出しちゃうと、でも模擬試験もあれもこれもあれもこれもちょっと高いからね、うちなんか3つぐらいしか受けないように。最高でも3つとかいう感じで、模擬試験はね、どっかの教室の模擬試験というのは3つぐらいしか受けないようにして、なるべくお金を減らさないようにこう頑張ってるんですけどね、なのでちょっと気をつけてみた方がいいかなって思います。もう本当に計画的にということですね。ありがとうございました。はい、教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは子育て幼児教育相談会平日と土曜日に行っております。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。ぜひ教室来てみてください。面接特訓コース受付中です。年長さんですね。外部生の方対象としております。1時間ね、本当にお父さんだけ特訓したいよとか、その家族3人でね、入退室の練習重点的にやりたいよとか、特定の学校の、回答を考えたいよとか、本当にオーダーメイドと言いますか、どのような使い方しても構いません。面接に関することでしたら大丈夫ですので、何でも、ご相談いただければと思います。まずはご連絡いただければと思います。あと、同じくですね、外部生向けのもの、西荻願書クリニックという願書添削も対応しておりますので、よろしかったらどうぞ。こちらも、現在ご覧いただいている YouTube 概要欄に URL 載っけております。電話番号です。0333900750 番メールアドレス、info@friendly-school.com です。教室では引き続き、小学校、次元、幼稚園、受験、海外での教育、英語教育などいろいろとお話をしてまいります。皆様からのテーマ、リクエストも大歓迎です。メール、ツイッターの DM、そして YouTube のコメントなどでね、お気軽にどうぞ。また、チャンネル登録や高評価もぜひよろしくお願いします。本日も最後までありがとうございました。それでは、失礼いたします。